続いては伊是名村の海を黒く染めた糖蜜の流出問題。伊是名製糖は先週、工場のすぐ近くにある鎮砂地と呼ばれる場所に糖蜜をまいて処分しましたが、この場所では許容量に近づくと溢れて流れ出す作りとなっていました。これを工場側は把握せず、オーバーフローした糖蜜が海に流れ出たものでした。伊是名村では特産のアーサに深刻な被害が出ています。この問題は伊是名村の伊是名製糖工場でサトウキビから出た糖蜜が大量に海に流れ出たものです。流出した糖蜜は海岸沿いに最大で幅200メートル、およそ 1.5 キロにわたって広がりました。辺りには独特な甘い香りが立ち込めています。こちら海水は黒く染まり、そばには収穫の時期を迎えたアーサが広がっています。アーサ生産者の松村亮太さんです。伊是名島では先月から収穫が始まり、今年はアーサ4トンの生産を見込んでいましたが、見慣れた海が黒く染まり愕然としました。最初まず何が起こってるか分かんなくて、こっちに歩いてきたらもう匂いがおかしかったので、でも匂いも強いので商品にならないだろうな。糖蜜にまみれたアーサは全て廃棄に。懸念はこれだけではありません。もう来期のアーサができるかどうか、これが心配ですね。こんだけ糖蜜が流れているので、自然のアーサの種が死んでしまってたら、ここの種がなくなってしまったら、もうアーサの養殖がもう伊是名ではできなくなってしまうので。 JA 沖縄によりますと、伊是名製糖工場では先月、糖蜜を貯蔵するタンクにパイプの流れを良くするために使用した熱湯が流れ込みました。このため商品にならなくなった糖蜜900トンの処分を決め、このうちおよそ300トンを今月1日から2日にかけて残砂などを保管する鎮砂地にまいて廃棄しました。ところがこの鎮砂地は許容量を超える前にオーバーフローする作りになっていて、あふれ出た糖蜜が側溝を通って河口から沖へと流れ出しました。糖蜜の大量流出は担当者が鎮砂地の仕組みを把握していなかったことが原因でした。伊是名島を訪れた JA 沖縄の前田理事長は、今回の問題についてアーサ生産者の松村さんに直接謝罪しました。これでも大変な迷惑をかけまして申し訳ございません。保証については精一杯させていただきましたので、この今ネット張ってですね、これも全部使うのになれないということでしょうということですね。大変なことをしてしまったなという思いでいっぱいですね。何としても次の生産ができるようにですね、万全な配慮をしていきたいなと思っております。伊是名村の奥間村長はアーサだけではなく、もずくや海ぶどうなど他の特産品への風評被害に念を強めています。今からみんな軌道に乗っていくのかという状況の時に、今アーサの養殖の被害が出て、自分もこういう風評被害しかり、商品のイメージアップが、イメージがちょっとダウンしないのかな、そういう懸念は持っております。伊是名製糖工場は再発防止策などがまとまるまで全ての作業が停止されていて、 JA 沖縄では補償に向けた漁業被害の取りまとめを進めているほか、アーサの養殖場の網や糖蜜の回収を続けています。今回伊是名島の海に流出した糖蜜とはそもそもどのようなものなのでしょうか。うるま市の製糖工場を取材しました。うるま市にある製糖工場、湯ヶ布製糖です。こちらが今回伊是名島沖で流出した糖蜜と呼ばれるものです。ドロッとしていて
強い粘り気があるのが特徴です。グラニュー糖や角砂糖などの原料になる粗糖を生産していて、その過程で出るのが糖蜜です。糖蜜は工業用のアルコール、また農業用の飼料や肥料などの原料になり、湯ヶ府製糖では貯蔵タンク2基に保存して年間4000トンを県の内外へ出荷しています。担当者によりますと、これまで糖蜜を廃棄処分したことは一度もなく、伊是名製糖の流出事故は稀なケースではないかと話していました。県は今日、北部保健所の職員2人を伊是名島に派遣していて、水質調査の方向性を確認するほか、環境法令への抵触などがないか聞き取りを進めています。伊是名村のアーサ養殖場の海岸では魚や海蛇が死んでいるのも確認できました。被害がどれほど広がっているのかまだ把握されていません。今後も海洋環境の変化を注視していく必要があります。